考え。考えとは、農地に外部から人工的に水を供給すること、農作物の増産、ランドスケープの維持、乾燥地帯や乾気の土壌で緑化する際などに利用される。他にも、農業生産において、作物を総害から守る、穀物の畑で雑草を抑制する、土壌の厚密を防ぐといった用途もある。 対照的に直接的な降雨のみで行う農業を乾燥農業と呼ぶ。灌漑システムは、ゴミの飛散防止、下水処理、工業などにも使われる。灌漑と排水は組み合わせて研究されることが多い。なお、灌、害は二文字とも、常用漢字の表外時のため、報道では、新聞常用漢字表により、灌漑とひらがなで表示されるのが一般的である。 学校の教材等も同様である。技術的には、作物、土壌、水の間に適切で、有機的な関係を保障する、農学的側面、各種の施設、機器を用いて高知に水を供給し管理する競技の、灌漑技術、水源から水を引く、土木工学的側面などがある。農地に対する水管理という点で排水、農地排水とセットで、 灌漑排水として扱われることが多い。また大きなくくりとして、畑に水を供給する、二十歳考と水田に水を供給する、水田灌えに分けられる。また、高地内で作物に給水することや、補助内で植物に給水することは、灌水もしくは、水やりという。この灌えが、社会発展に果たす役割は、非常に大きい。灌えにより、 農地の生産性は著しく高まるために余剰生産物が発生する。余剰生産物は農業以外で価値を生み出す職業を支え、商工業者や軍隊、王権貴族の生活を支える。このように、考えによる生産性向上は社会に変革をもたらす。考えの、かんと、害の漢字は共に、訓読みで、そそと読める。 農耕の改新によって人口が増加し国家が形成されるようになると人々を安定的に統治するために必要な農耕生産の向上が必須課題となり開墾や干拓、灌漑など様々な公共事業が行われ始めるそこでは常に治水問題と考え問題の解決が重要であった治水問題では洪水などによる水害を防ぐための築堤などの河川整備が 灌漑問題では、水源確保のためのため池、園庭やガムの建設と、水源から目的地までの用水路の建設などの農地整備が、相互に関連しながら行われてきた。中でも、灌漑技術は外して水資源の少ない地域において、開発され発達してきた技術である。そこでは、主に畑作用水資源の安定的供給による、農耕生産の安定性と生産性自体の、 工場を目的としていた。考古学調査の結果、紀元前6000年期頃から、メソポタミア、エジプト、イランといった中東で考えが行われていた証拠が見つかっている。それらの地域で自然な香水量だけでは生育できない大麦が栽培されていたことがわかっている。紀元前800年頃の古代イラン、ペルシャで発達したカナートは、 今日も使われている最古の灌漑技法の一つである。この技法はアジア、中東、北アフリカに広まっている。このシステムは多数の井戸と緩やかに傾斜したトンネルで構成され、地下水を考えに使用する。粘土製の壺を周囲につけた水汲み水車、ノーリアは水流の力で駆動され、水流がない場合は蓄力を使用、中国のカギや、 シリアイラクペルシャ地域で最初に使い始められたとされている。紀元前150年頃にはその壺に弁は付けられ、水を汲み上げる効率を向上させた。古代エジプトにおいては、麦類を中心とした旗作農業が行われており、紀元前3500年頃に考えが始まっていたと考えられている。その考えは、ナイル川の氾濫を利用した旗作考えであった。 青ナイル川から流れ込む春季の多量の雨水によって、ナイル川下流では下季にはゆっくりと水位が増水し、氾濫を起こす。この氾濫は日本で見られるような濁流で家々を押し流すような氾濫ではなく、ゆっくりと次第に、ナイルの水が堤防を越え外部に漏れ出るような様子の氾濫である。この氾濫を高地に誘導することによって、高地の土壌中に、 十分な水分が保水されるという淡水灌えであった。また、ナイルの氾濫水は上流の肥沃など上を含んだ泥水で氾濫によって肥沃な氷土が供給された。このため、淡水することによって十分な水が供給されることと流水によって肥沃な氷土が運搬されてくることが定期的にあったため乾燥地にもかかわらず塩汁積が起こりにくかったと考えられている。 エジプト第12王朝のファラオアメンエムハト3世、紀元前1800年頃は、ナイル川の氾濫した水を毎年引き込んで、ファイウムオアシスの天然の湖に貯水し、寒気に使用する水とした。新石器時代以降メソポタミア北部の山麓の傾斜地で、天水依存の農業、天水農業が行われていたとされる。しかし、紀元前3000年頃、気候の変化によって、 水源を求めて、ジグリス・ユーフラテ川の下流平地部へと移住した。しかし、下流の平地部は、上流の山岳地帯での春の雪解け水に近する、突然の洪水や、河川氾濫に見舞われる、氾濫源であった。そのため、一流を制御し、一流した、河川水を蓄えるため池を作り、各高地に配分する、用水路を作る、公共事業を行うことが、 都市国家の宿命であった。ただし、この水水水は、飲料水等のの生活用用にも使用された。この地域は、降水量は少ないものの温暖なため、用水が確保されれば、多くの収量を得た。この考えも氾濫水を使用する考えであるが、貯水池、溜池を作り水路で配分する点がエジプトと異なる。そして、溜池や用水路などの農業生産基盤は、 農地と共に、しばしば集奪の対象とされ、騒乱の度に灌漑排水システムは破壊、そして再建された。また、乾燥と砂熱による水分蒸発によって、高地の塩類集積を招き、生産力が低下して、文明の衰退を招いた。ペリューのアンデス山脈山中野では、紀元前4000年期頃から灌漑用用水路があったことが、 放射性炭素年代測定により示されたと主張する考古学者もおり、紀元前3000年期及び、紀元9世紀頃の溶水路も見つかっているという。これらは新世界では最古の考えと主張されている。その下からさらに古い溶水路の痕跡も見つかっており、紀元前5000年期にまで遡ると調査者は主張している。パキスタン及び北インドのインダス文明は洗練された。 灌外と貯水のシステムを発展させ、紀元前3000年頃のため池や、紀元前2600年頃の用水路などが見つかっている。大規模農業が行われ、灌外用の用水路のネットワークが張り巡らされていた。金星になり英業インドでは、1842年から12年の歳月をかけ植え、ガンジス運河を改作し、ドアブ地方を一大国草地帯へと発展させた。 このガンジス川を利用した大規模灌溉用水路はインド独立後も継承され現在でも新規プロジェクトが展開されているガンジス用水路は北インド主体で行われたが南インドでは1898年に来日したマイソール藩王国の大臣モークシャグンダムビシュベーシュバライアがインド発の計画経済開発を唱えたインドのための計画経済に基づき独自に 灌漑業を実施した。スリランカでは、紀元前300年頃から灌漑が始まり、その後1000年以上にわたって開発が行われたため、古代世界でも最も複雑な灌漑システムとなった。地下水路、微層コトゥアだけでなく、新原人は貯水のための人工的なため池、パタハも作った。灌漑の面では、非常に優れた技能を発揮しており、アヌラーダプラやポロンナルワでは、 古代からの灌漑システムが今も機能している。中世の王の時代に灌漑システムの修復と拡張が行われている。西ヨーロッパでは長らく灌漑設備を設けるほど技術が発達しなかった。しかし土地の大半が濃厚可能をかつ降水量が比較的豊富な気候に恵まれていたため農業的地の広大なヨーロッパでは農業生産力を上げず、 高地を二つに分け半分を耕作し、半分を休館地とする二歩式農業と呼ばれる粗雑な農業による広大な農地の使用を行い、休館地は一年かけて、洪水を土壌中に保水して、翌年の耕作に使用した。これによって、灌外農業やギリシャ、北、アフリカ、イラン、河北などで行われた、館地農業より、はるかに低い単位あたり終了だったのの、 技術的制約から解き放たれ、農業技術の未熟なローマ人にも工作可能な土地が増加、生産量が向上した。18世紀にイギリスで産業革命が起こると蒸気機関を用いた溶水ポンプなど、灌溉機械が普及、同時に灌溉水路と水運を兼ねた運河が発達し、運河時代と呼ばれるようになった。これらの技術はイギリスの植民地経営にも導入され、 各地で近代化を推進する原動力となった。国土が海面下のオランダでは、干拓事業に伴う排水管外が行われ、オランダを代表する景観の風車や D 海馬ダ蒸気ポンプ場のような管外設備が世界遺産になっている。中国の長江中華流域では、紀元前8000年頃から水稲作が行われていたが、稲作においては、 当初から考えによって栽培がされていた。中国最古の水理学技師として、春秋時代の孫祝号、紀元前六世紀と、戦国時代の西門標、紀元前五世紀がいる。どちらも大規模な灌漑事業を指揮した。紀元前256年、戦国時代の新国は、現在の四川省にあたる場所に徳講園という灌漑施設を建設した。この施設は今も、 周辺の農地に水を供給し続けている。館内にあたる紀元0頃には水を低いところから高いところに運ぶチェーンポンプが使われるようになっている。このポンプは人力、水力、蓄力などで駆動した。水の供給は公共事業として都市部や宮殿に対しても言ったが、大部分は考え用に使われていた。中国は、甲馬、洋舎港などの大河が多いものの、 内陸部は乾燥地帯が広がり、大河川は氾濫が頻発するなど問題を抱えていた。隋の大運が建設以後、治水、灌え、水運を一体化して考える水学、数学が発達した。特に北宋以後は増大する人口と食料生産、輸送の観点から様々な考え、治水方策が提案された。日本の考えは神話伝説では、 神宮皇后が作らせた作田の溝が最古の農業用水路とされるが、考古学的に確認されたものとしては、唐津市の名畑遺石で検出した水路が、縄文時代後期、約2500から2600年まで遡れる最古の灌え稲作の痕跡である。続く、弥生時代に水稲栽培が普及拡大し、大和時代の頃には、溜池や排水路など、 計画的な用水施設の設置が行われている。新田の開発と灌外施設の設置は、表裏一体であり、農業土木技術が進歩するにつれて、灌漑施設も大規模なものへ変遷した。実料制のもとでは国家及びその地方官が、河川の独占的利用を規制して、東津海の玉川、現在の天竜川の包みの集築など大規模な治水、 考え工事が実施されたが、地方官に対して官能よりも、徴税の実績が求められるようになると、次第に衰退していった。中世に入ると大規模な考え事業は減少したが、個々の荘園があるいは、大名両国、同一水系、荘園領主を持つ複数の荘園を単位とした、考えが活発に行われるようになる。また、複数の荘園や総村において、考えの時期や、 水量などをめぐる争い、水論が発生し、万水などの制度が出来上がった。社会が安定した江戸時代には見沼大洋水などをはじめ、各地で大規模な長距離の農業用水路が開発されている。こうした水路開発はそれまで灌漑の主要な地位を占めてきたため池の役割を低下させて、河川灌えが主体となるきっかけとなった。第二次世界大戦後には、 地水などとの目的にも合わせた多目的ダムの建設も進み、全農地の3分の2が公共事業により建設された農業用水の恩恵を受ける状況となっている。北、アメリカでは、戦死時代からいくつもの灌漑システムが作られてきた。例えば、アリゾナ州通村を流れるサンタクルーズ川付近でも灌漑施設の移行が見つかっている。 約4000年前の集落跡と共に見つかった。サンタクルーズ川の氾濫源は、紀元前1200年頃から紀元150年頃まで農業が盛んだった。現在は、センターピボットなどの大型灌漑により、世界の穀物層となっている。20世紀中頃ディーゼルエンジンや電動機が一般化し、主要体水層に水が供給されるよりも多くの地下水を、 ポンプで組み上げられるようになった。このため、耐水槽の水量は減り続け、水質の悪化や地盤沈下といった問題が発生するようになった。このような問題は、中国の河北平原、北インドのパンジャーブ、アメリカのグレートプレインズで発生しており、将来の農業生産量の低下が懸念されている。2000年頃の時点で、278万 8000km の 工作地で考えが行われている。そのうち、約68%がアジアにあり、南北アメリカが17%、ヨーロッパが9%、アフリカが5%、オセアニアが1%となっている。考えが高密度で行われている地域として、北インドとパキスタンにまたがるガンジス川及び、インダス川、流域、中国の黄河河及び、長江流域、エジプトとスーダンのナイル川、 流域、アメリカのミシシッピ川流域やカリフォルニアがある。小規模な考えは人類が住むあらゆる地域で見られる。考えはその目的、水源、方法による分類がある。ここに示すのは方法による分類である。考えの最終的な目標は工作地全体にちょうど良い量の水を均一に供給することであり、現在の考え法はそういった意味では、 十分に効率的とは言えない。以下に考え方式の概要と特質を記す。地表灌溉システムでは、水が工作地の地表を重力に従って、ゆっくり流れ、地面を濡らし地中に浸透する。アゼカン灌溉、ボーダー灌え、水盤灌溉などがある。水田のように工作地全体が、ほぼ水没する場合は、淡水灌溉と呼ぶ。歴史的には最も古くから、 ある灌え法である。灌え水路から一定周期で二十歳に冠水する。作物に吸収されずに灌え水路面と高地表面で無駄に蒸発する灌え用水路数が最も大きく、塩害も起こしやすい。二十世紀に入ってダムが作られ大規模に行われるようになった。水田灌えのうち常時水流から水を取水して田畑に満たすものをかけ流し灌え。 水が満ちれば、取水を止めて、しばらくしてから、再び取水するものを観覧灌えと呼ぶ。かけ流し灌えは、水量のロスが大きく、また、山間地などで流水の水温が低い場合は特に、取水口付近の稲の生育が悪くなりやすい。寒暖灌えの利益と損失は、この逆であり、水量が節約でき水温を高温に保つことができる。 ものの、水温が高温になりすぎるとやはり稲の生育が悪くなる。このため、栄養、またはその土地の状況に応じて、灌溉方式が選択される。また、上の田から下の田へと水を供給する灌溉を田越灌溉という。局所灌溉、またはマイクロ灌溉とは、パイプのネットワークで低圧で水を供給するシステムであり、個々の作物にピンポイントで給水する。 要固定パターンになっている。点滴灌外、マイクロスプリンクラー灌外、バブラー灌外などがこれに分類される。点滴灌外はその名の通り、水を作物の根に近いところに点滴するように供給する。適切に管理すれば最も水の効率が良い灌外法である。現代の方法では、点滴灌外とマルチングを組み合わせることが多く、それによって、 さらに水分の蒸発を防ぎ、肥料の流防も防ぐ。1960年代にイスラエルで開発された。スプリンクラー管外に比べ所要水量が1、5で済む代わり設備投資が大きく、設備メンテナンスに金がかかり、末端の関係の寿命が限られている。高度にハイテクなシステムから、ローテクな人手を必要とするシステムまで様々なものがある。工作地が傾斜していても、 水圧を補正するエミッタを使うことで均一な水の供給が可能である。コンピュータ制御でエミッタの供給する水量を管理することもできる。パイプ内に藻類が繁殖するのを防ぎ、紫外線によるポリエチレンの劣化を防ぐため、パイプを黒にしたり地面に埋めたりする。パイプを地下に埋設する地下点的灌えもある。スプリンクラー灌えでは、水をスプリンクラーで撒く。 高級的な配管にスプリンクラーを設置したものを低知識管外システムと呼ぶ。高圧で回転しながら散水するスプリンクラーをローターと呼び、完全に全周に散水するものと線形に散水するものがある。スプリンクラーの中でも275から900キロパスカルの高圧で水を噴射するものをスレーガンなどと呼ぶ。その都質量は毎秒3から76リットルで、 ノズルの口径は1 0ト、mm、ルから5 0ト、mm、ルである。スプレーガンは、考えだけでなく、清掃や伐採などにも使われる。スプリンクラーには、移動式のものもあり、ホースで水源とつなぐ。小規模の農地の考えだけでなく、運動場、公園、牧草地、無人の墓地などの散水にも使われる。水力、または何らかのエンジンでホースを巻き取る装置、 リールマシンと組み合わせると移動しながら散水させることができ、一般に完全に巻き取ったら停止するようになっている。逆にスプリンクラー装置をケーブルで引っ張って移動させる方式もあるが、やや古いテクノロジーであり、最近ではあまり見られない。20世紀に入って、米国のセンターピボットなど電動ポンプによる地下水組み上げと散水設備による考えが行われるようになった。 点滴管外に比べ設備投資資金が少なくて済み、設備のメンテナンスも簡易であるが、管外用水は点滴管外の5倍消費する。センターピボット管外は、スプリンクラー管外の一種で、亜鉛ッキした鋼、またはアルミニウム製のパイプを複数連結したものをトラス構造で指示し、車輪付きの塔に乗せ、パイプの各所にスプリンクラーを設置したものである。 このシステムは一端を中心として円を描くように移動し、その中心となる側から水を供給する。最近のセンターピボットシステムの多くは、蒸発による損失を防ぐようなるべく作物の近くで水をまくため、パイプから下に枝分かれさせたドロップ型のスプリンクラーを使っている。スプリンクラーではなく、ホースやバブラーをドロップに装着して、直接地表に水をまくこともある。 センターピボットを使用する場合、作物は円形の土地に作付けされる。もともとセンターピボットは水力駆動だったが、今では油圧と電動機を使ったシステムが主流となっている。最近ではスプリンクラーに GPS 装置を備えているものが多い。パイプに一定間隔で直径約1.5メートルの車輪を付け、同様に一定間隔でパイプに スプリンクラーが設置されている。これを工作地の一方の端下に置き、パイプの一方からホースで水を供給する。スプリンクラーで水が十分まかれたら人力または何らかの専用の機構で装置全体を転がして約10メートルほど平行移動させる。そこで再びホースを接続して水を供給する。工作地のもう一方の端に到達するまでこれを繰り返す。 このシステムはセンターピボットより安価だが、より労働集約的であり、散布できる水量も限られている。ほとんどの場合、4から5インチ130ミリメートルのアルミニウム製パイプを使う。山岳地帯に近く工作地に起伏があったり、外気が不規則な工作地でよく使われる。地下管外は地下水面が高い、地表に近い地域で長年使われてきた。 灌漑法である。何らかの人工的方法で地下水面をさらに高くし、作物の根周辺の土壌に水分が到達するようにする。低地や川の周辺の草地で排水基盤と組み合わせてよく使われている。ポンプ、用水路、石などを組み合わせ、水路の水位を増減させることで地下水面を制御する。地下灌漑は、 観葉植物などの温室での生産にも使われている。水は下から供給され、植物が吸収しなかった分は再度集められてリサイクルされる。一般に栄養素を含んだ水をコンテナやトイ20分から20分で循環するように流し、ポンプを使って水槽に戻して再利用する。温室での地下管外は危機器や管理にコストがかかる。長所は 水や栄養素を節約できる点と自動化によって人件費が抑えられる点である。基本的な考え方は地表の点的考えと類似している。湿度の高い地域では夜間に大気中の水分が結露する。これを利用した考え法を修路または修切りと呼ぶ。例えばランサローテ島のドウ畑では石や骨のを使った炉を集める仕組みで、 考えを行っている。灌えの水源としては、地下水を湧水あるいは井戸を使って利用する場合、川、湖、溜池などの地表水を利用する場合、何らかの排水を浄化したり塩水を淡水化して利用する場合などがある。地表水を使った特殊な灌え法として、洪水灌え、または核水と呼ばれる技法がある。これは、普段は、 水が流れていない乾燥した川床、バジオ、複数連結したネットワークを形成しておき、洪水の際に、そこに溢れた水を誘導して広いエリアに供給する、方法である。洪水灌溉は、灌溉技法の一種だが、一般に雨水採取による植物の栽培は、灌溉とはみなされない。雨水採取とは、建物の屋根や、未使用の土地に降った雨水を集めて利用する、技法である。 灌えは次のような問題を引き起こすことがある。灌え史跡は人類の農耕と地水技術の発展の歴史を物語るものとして文化財、文化遺産として保護される傾向が国際的に広まっている。国際灌え排水委員会が灌えの歴史、発展を明らかにし、灌え施設の適切な保全に資することを目的として建設から100年以上経過し、 考え農業の発展に貢献したもの、卓越した技術により建設されたもの等、歴史的、技術的、社会的価値のある考え施設を登録、表彰するために、考え施設遺産制度を創設した。世界遺産を推進する国際連合教育科学文化機関、ユネスコは、水科学部を設け、水資源管理に積極的に関与している。このことから、 世界遺産も灌漑施設を重視する傾向が見られる。以上、登録年順は、水路などが現在も活用されている、稼働遺産としての灌漑システムそのものが評価されて、登録されたもの。このほか、灌漑農業の典型として、棚田、例、フィリピンコルディリエーラの棚田郡、中国港が派に棚田や、都市、集落の中に灌漑設備が組み込まれ、 構成資産となっているもの。例、カンボジアアンコール遺跡に含まれるバライという貯水池、干拓に伴う排水行為。例、オランダのベームスター干拓地、現在は機能していない遺跡として確認されたもの。例、パキスタンのモヘンジョロなど、多数の灌漑環境が登録されている。無形文化遺産はユネスコが推進する、世界遺産の無形文化財版。 ユネスコ三大遺産事業の一つである記憶遺産は歴史的、社会的な事象を伝える記録の保護を目的としている。国連食糧農業機関 FAO が始めた世界重要農業遺産システムジャイアス・ジアス。世界水システム遺産は世界水会議が推進する水管理に関係する施設などを検証する制度で対象となる。 2016年11月にスタート。文化財保護法による国内の灌漑関連文化財のうち、重要文化財、史跡に指定、または登録有形文化財に登録されているものを、水路里、緑の文化財と呼んでいる。この他名称、重要伝統的建造物群保存地区、重要文化的景観でも灌漑を含む景観を重視している。 重複指定あり。歴史まちづくり法は文化財単体ではなく、周辺環境も含めた歴史を中核に据える市街地整備計画を目的としており、認定されると歴史的風地維持工場地区として国から支援や特別措置を受けられ、群馬県神覧町が灌外施設遺産となった小川関を中心とした歴史的風地維持工場地区となっている。 また、所管官庁の国土交通省は、歴史町づくり法による地域用水環境整備事業をしている。日本遺産は、文化庁が推進する文化財を観光資源と位置づける活用法。重要文化的景観の大見八幡の水橋、高島市海津、西浜、尻内の水辺景観、高島市針港、総港の水辺景観などを、美和湖とその辺景観。 祈りと暮らしの水遺産として放課福島県郡山市、稲葉城町の未来を開いた一本の水路、大久保利道、最後の夢と開拓者の奇跡郡山、稲葉城が、浅香疎水を対象としている。法的保護根拠はないが、経済産業省が近代化産業遺産を認定しており、瀬戸内海沿岸の灌漑施設として、灌漑施設遺産の波山疎水。 大御祖水、山田川祖水とその流管流末に位置する、印南の目地群、高橋川東西用水室碑門、岡山県倉敷市、法年池田ム、香川県岩温寺市が選ばれている。社団法人土木学会が、歴史的土木構造物を土木遺産として認定しており、灌漑施設遺産からは7が、用水の大水門、給水口と山田関が認定されているほか、 多数の灌漑施設が含まれている。特にユネスコへ加盟できないため世界遺産への展望が明けない台湾が独自に選定した世界遺産候補であるカラス山頭ダムを認定している点が注目される。社団法人日本機械学会が機械技術の発展に貢献したものを機械遺産として認定している。農研機構生物系特定産業技術。 研究支援センターの農機具資料館収蔵品が登録されており、灌漑用のポンプなどが含まれている。農林水産省が日本の農業を支えてきた代表的な養水から、疎水百選、農業の礎となった歴史、文化、伝統がある貯水池から、ため池百選、景観維持のためとなだ百選を選定している。水町の生息環境である、 湿地帯を保護する目的のラムサール条約は人工湿地としての灌漑農地や溶水路も対象としている。国内では宮城県のカブクリ沼周辺水田と兵庫県の園、山川下流域周辺水田が灌漑作湿地として登録されている。ユネスコが世界遺産と並行して推進している MABE、マンザバイオスフィア。 人間と生物圏計画の生物圏保護区、日本語通称エコパークは自然環境の厳正保護が目的の世界遺産に対し、エコパークは自然との共存を図りつつ利用することも認めている。日本で登録されている滋賀高原、ただみ南アルプスでは自然湧水を生かした流化灌え、重力灌えが行われている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。